サッカー分デスリーがドイツ分デスリーが2016から20172016年2017年のスポーツ2016年2017年のサッカードイツ分デスリーが2016から2017ドイツ分デスリーが2016から2017は第1シーズンが行われて以来54回目のドイツ分デスリーがであるバイエルンミュンヘンが5シーズン連続通算27回目の 優勝を果たした。2016から2017年シーズンの、ドイツブンデスリーガのクラブ数は、前年同様の18。アウクスブルクレバークーゼンバイエルンミュンヘンドルトムントボルシアメンヒエングラートバッハ、ダルムシュタットフランクフルトフライブルクハンブルガー、ヘルタ、ベルリンホフェンハイムインゴルシュタット、ケルンライプツィヒマインツシャルケブレーメンボルフスブルク、ドイツブンデスリーガ2016から2017のクラブ、 所在地2016年8月26日に開幕し、2017年5月20日閉幕の全34節306試合で行われた。最終更新は2017年5月27日の試合終了時出展、キッカー順位の決定基準、1、勝ち点2、得出点差3、得点数1、1DFB ポカール2016から17優勝のドルトムントが、 UEFA チャンピオンズリーグ2017から18の出場権を獲得しているため、リーグ戦6位のヘルタ・ベルリンに UEFA ヨーロッパリーグ2017から18グループステージの出場権が与えられ、リーグ戦7位のフライブルクに UEFA ヨーロッパリーグ2017から18予選3回戦の出場権が与えられた。第1節第17節第18節第34節、 最終更新、2017年5月20日出点。キッカー最終更新は2017年5月20日の、試合終了時出点。キッカー1差10列のチームが、ホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキーイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。試合開始時間はすべて現地時間。ボルフスブルク V ブラウンシュバイクブラウンシュバイク V。 ボルフスブルクに試合合ケ計スコア2から0で VFL。ボルフスブルクが、ブンデスリーが残留。アイントラハとブラウンシュバイクが2。ブンデスリーが残留最終結果出展。ワールドフットボール公式サイト。ありがとうございます。